クレシンの悲しい話。石が気持ちを伝えるぞ。河原でいつものように石を拾っている坊ちゃんそれを近くの家の窓から双眼鏡で覗いている女の子がいた坊ちゃんはその女の子に気がつきさっき拾ったサイコロみたいな石を女の子の家の塀に置き去っていく女の子は珍しい石を置いていく坊ちゃんを変な子だと思いつつも嬉しそうにしていたそれから毎日女の子の家の塀に珍しい石を置いている坊ちゃんだったがある日母親に見つかってしまう。 女の子の名はリンと言って母親が言うには病気で何日も外に出ておらず、双眼鏡で外の景色を眺めて気を紛らわせているのだとか。ウィンの母親は向こうにいい医者がいるということで来週にはリンのつれアメリカへ行きしばらくはアメリカで住むというが、ウィンは新しい環境に不安を感じていて乗り気ではない。ウィンのために雨の中リンの好きなイルカの形の石を探す坊ちゃん、カスカベ防衛隊も手伝いに来てくれてイルカの形の石を発見した。石を直接リンに渡した描写はなかったが空港でリンがイルカの石をご守り代わりに笑顔で握っているシーンが見られ。 最後は取り立つ飛行機を木に登って見送る坊ちゃんの姿で話を終えるのだった。